はい、こんにちは。今日は2月の18日です。今日のお話はタルタリアと5次元世界はつながっていたってことですね。まあ妄想と思ってください。ミヤコエンジェルさんがこの間最新のやつですけどね、ジャンさんとかいうフランスの人がね、の話、対談ですよね。で、ジャンさんが、富士山の地下にね、行ったらしいんですよね。で、そこで、宇津とかいう人に会って、宇津っていうのは、宇津呂船っていう、江戸時代にね、なんか円盤の絵があるんですよね。その宇津さんの紹介で、今日は偉い人を紹介しますとか言ってね、そしたらね、河野とか言ってんの。何やと思ったらね、木の花咲耶姫のことなんですよね。富士山の浅間神社の木の花咲耶姫。で、その人にね、なんか紹介してもらったっていうんですよね。で、そしたらですね、胸と背中に、ジャンさんは、竜と鳳凰のね、入れ墨を彫ってたんだけど、それがね、こう光り始めたっていうんですよね。わあ、すごいな、どうしたんだろうって言ってね。で、私が考えるには、それがね、要するにポータルなんですよね。要するに、普通ポータルっていうのは、同じ空間の中、時間っていうかね、空間の中を、ポンポンと飛んでいくような感じなんですよね。ところが、ジャンさんの、入れ墨が光ったのは、次元を超えたポータル。次元間ポータルみたいな。だから、木の花咲耶姫さんが、自分の次元化のエネルギーをジャンさんに送ってあげたんだと思うんですよね。で、木の花咲耶姫って、そういえば私、35年ぐらい前かな、鳥栖にね、霊能者がいたんですよ、おじいさんが。そのおじいさんは、木の花咲耶姫がね、降りるっちゅうてね、浅間神社からちゃんと認められてね、400年ぶりに降りてきたとか言ってね、木の花咲耶姫が。で、その咲耶姫さんからね、私はね、蓮の花を1本ね、いただいたことがあるんですよね。何の役に立つんだろうかってね、まあ、この間やっと思い出しただけなんですけど、ずっと忘れてましたけど、多分それもポータルだと思うんですよね。で、話はタルタリアに戻るんですけど、タルタリアってね、前はね、全然そんな話はなかったわけですよ。ところがなんか急にね、ここ2、3年タルタリアなんか出てきて、で、だん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 その資料がね、皆さんが調べてからな、出てくるわけですよね。不思議じゃ不思議でしょ？じゃ、これがですね、要するに地球が3次元の地球から5次元の地球へ移行するときに、タルタリアという、なんちゅうかさ、帝国かな、その歴史がですね、今ね、新しくね、作られてるんですよね、過去が。要するに、世界線の移動、それと同じなんですよ。ただそれがすごく大規模で、どうなるんかっていうと、最後は、そのタルタリアの皆さんが、いろんな人が YouTube でね、アップしていくじゃないですか。で、その人たちが調べていって、調べることによって、歴史が作られていくんですよ。そして、最後には、メドベッドとか、レプリケーターの話につながるわけですよね。その時に初めて、5次元世界へ地球が移行できたということなんですよね。なんというかね、さなぎの地球が孵化して、黄金、光り輝くね、蝶になるようなね、その過程なんですよ、今は。だから新しい5次元地球に、ね、移行するのに、タルタリアがどん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 変化していって、ついには
自分たちの生活の中になんかね密着した感じでね移行するわけですよ。その時初めて地球っていうのが五次元世界へ行ったということなんですよね。今だんだん動いてる変化してるっていうのはその人間の脳が急激に変化すると耐えられないんで少しずつ今移行してるんですよね。とてもだからその面白い現象なわけですよ。だから宇宙船が100万機も見に来るっていうのは納得できますよね。その地球がね生まれ変わるわけですよ。そのさなぎからね蝶になるようにと思うんですけど、終わります。